小牧長久手の戦いの後、秀吉は豪華絢爛なる大阪城の築城に着手、天下人たることを示す。しかし地方に目を移せば、未だ秀吉に従うことを潔しとしない大名がいる。小田原の北条、九州の島津、そして四国の長宗我部元親もその一人だった。かつて土佐の一領主に過ぎなかった長宗我部家、20代当主元親は土佐一国を統一すると信長と同盟し、四国統一に乗り出した。だが元親の四国支配が現実味を帯びると、信長は政策を一転、長宗我部討伐を決める。討伐軍が京を発したその時、本能寺の変は起きた。元親はこの混乱をついて念願の四国統一を果たしたのである。以来信長の後継となった秀吉に対しても敵対の姿勢を貫き、背後を脅かしてきた。秀吉は信長から受け継いだ天下を盤石のものとすべく、ここに四国征伐を開始する。第4話、四国征伐。世に必要なのは力ある者の意志一つ、あとは世を乱す火種、害悪に過ぎ。圧倒的な物量で乱世は駆逐されていく。だがその先に誠の太平はあるのか。長宗我部元親、四国の覇者であるあの男、圧倒的な物量には甲子園、それが理だ。だがなぜ抗う。新たな時代を築くのはぬるい惰性、妥協ではない。誠実な意志、それだけだからだ。抵抗するならば、二段目を消さない
俺より強くね。手土産に凱旋するぞ。俺たちの家、やっと形になるんだ。じゃあこの戦いが終わったら一番に名前を石垣に書き込んでやるぜ。敵将撃破。
俺が出る。ヒシドル、ここでやったが100年目よ。ならこの程度の功は当然だ。
に四国は渡すもんか。敵将撃破。厳しい。攻撃しても四国の連中全くひるまねえ。大切なもんを守りたいって思いが奴らを一つにしているんだろうな。ならば絶対多数をもってその思いごと打ち砕けばよい。三成、そういうもんじゃないだろう。みんな待たせたろ。これまでよう耐えてくれた。敗北条件変更。足りんな。すべての火種消すまでは。Go!
しい。ドンドンドン。賞賛に値しない。この気迫で進む。なんて強さだ。ドンドン。今は引こう。見事、我らも続かねば。敵将撃ち取ったり。ようやったみんなのことだ。敵将撃ち取ったり。撤退だ。みんな我らも続かねば。この手で時代を俺ぐらいやって当たり前だ。見せてもらおう、貴様の覚悟。元近は秀吉様に下った貴様の功は大きい。政則はこれが絆の勝利だとはしゃいでいる。だが俺には絆とは意志とは何かが、あまたの強靭な意志、その一つ一つが結び、ぶつかり、世を成していくのに。
世に必要なのは力ある者の意志一つ、あとは世を乱す火種、害悪。それは乱世の続きに過ぎるのではないか。どうすればよい。秀吉様の築いた世、絆、それを受け継ぎ変わらぬ太平、どうすればよいのだ。ところでどうじゃこの大阪城。縄張りを見ただけでもその遺憾が知れる。天下無敵、三国無双の名城じゃ。歴戦の勇士でも落とせんか。悪い気はせんが、ちと褒めすぎじゃ。わしにはもうこの城を落とす策が何本浮かんどるで。例えば一度城攻めしてラインを結び堀を埋めてもっちゅう手がある。どんな献上も絶対っちゅうことはない。全ては人次第っちゅうことじゃな。さて本題じゃ。お前に一つ頼まれてほしいんさ。上田城の真田昌幸を知っとるか。表裏卑怯の者と呼ばれた食わせ者じゃ。それがここ数年北条や徳川と領地をめぐって揉めとる。いずれ戦になろう。その戦に家康殿の味方に行ってくれんか。目的は二つある。一つには家康殿との和睦を進めるため。わしの友で名だたる勇士のお前が行けば家康殿もきっとええように考えてくれる。もう一つにはさっき人の話をしたが、人をお前に見てきてほしいさ。一人はもちろん家康殿、もう一人は言わんでも行けばわかるじゃろ。まあ気が向いたらね。お前はわしと共にかけるもの、強制はできん。逆にお前がそういう立場じゃで、今回のようなことにはうってつけなんさ。
小牧長久手の戦いの後、徳川家康と羽柴秀吉は休戦状態を保っていた。その一方で家康は旧武田領をめぐって争っていた北条家と和睦する。上信二州を徳川北条の領家で分配することで領土争いに決着をつけたのだ。しかし上信を治める真田家はこれを不服とし、上杉と結んで敵対の構えを見せた。ここに家康は真田討伐軍を起こし、真田家の本拠上田城に攻め寄せる。第5話、第1次上田城の奪回。
の罠か。サラダ、これだけの大軍を前に落ちる気配もない。どう？私に手を出すのは自分だ。夢油断めされますが、気を引き締めてかからねば。やはりサラダは誘いをかけた。急ぎ引き戻さねば、味方が危うい。やったが百年目を。よきに迷うな。この気迫で進む。見事。兵どもが宿す熱き魂、いなもその目で見定めてみよう。100で進む。
惚れ惚れとする武者ぶりよな。彼に望んでも諦めることなく。ドッ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 も続かねば。開門。
貴様、ここに詰め込む。
の罠か。サナタ、これだけの大軍を前に落ちる気配もない。正幸は天下に聞こえた地望の者、夢油断めされますな。気を引き締めてかからねば。やはり真田は誘いをかけておる。急ぎ引き戻さねば味方が危うい。敵か撃破、ふっ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 、
たちも限るわ。すごい、イナも負けていられません。やもう負けられぬ。
は壊滅するぞ。あなたに助けられるのももう何度目になりますかな。さすが秀吉殿だ。人を知っておられる。あなたを差し向けられるとは。秀吉殿とのは僕無下にもできませんが、何よりも天下万民のために。雪村、金塚、いずれもまっすぐな志を持つ見事な将領、特に真田幸村、あの信念、心の底に燃える魂、あっぱれ。こなたも秀吉殿より幸村を見よと言われてきたのでござろう。幸村をどう見られた。歴戦の勇士のお言葉、わしは思うのです。この先彼らのような者の二つ皆と共に歩む。彼ら一人一人の志すべてをつなぎ、この世に生かしたいと。
結構なお手前で。昔秀吉様に茶の入れ方を褒められたことがある。それが全ての始まり。お、いたんですか。あんたもどうです、一杯。何もあったもんじゃないね。お前たちにはやめてくださいよ。我らは何があっても味方ですよ。え？あ、それ治ったかも。だけども、いや、ギリ治るかなって。わ、笑った。なるほど、茶器ごとき、お前たちに比べれば何でもない。我ながら小さかった、許せ。茶器を壊した分は体で払ってもらおう。4人とも今後の働き期待しているぞ。やれやれ、お互い覚悟しておきましょう。